最下位決定をかけた3連戦の初戦でしたが、1回いきなり土橋の第11号ソロホームランで先制されてしまいます。4回までヒット1本と完璧に抑えられていた横浜、5回近藤監督は代打原を送ります。原はセンター前に弾き返し、2アウト1塁3塁、チャンスは広がります。バッターはローズ。しかしここは宮本が投げ勝ちました。7回までゼロ更新の横浜、もうこうなれば一発に期待するしかありません。8回ブラッツ。しかしなんとデッドボールで一発の期待は儚く消えてしまいました。宮本はヒット4本に抑え、去年の10月以来約1年ぶりの完封勝利で今シーズン2勝目。5位横浜、6位ヤクルトのゲーム差は 0.5 まで縮まっています。右足親指の痛風再発のため欠場、代役野口の出番となり先発西村をリードします。ところが初回ランナー1塁2塁とピンチを迎え、駒田にレフト前ヒットを許します。クラークのエラーもあり、この間に2点が入るなど、横浜に初回から早くも3点のリードを許します。さらに3回にはランナー満塁から佐伯、ライト前タイムリーで横浜4対0。とどまるところを知らないベイスターズ打線、谷繁にもレフト前タイムリーが飛び出すなど、この回だけで一挙4得点7対0と序盤でゲームは決まってしまいました。それでもヤクルト憎しの感情は人一倍の近藤監督、4回には佐伯がタイムリーツーベース、近藤ベイスターズ10対0と徹底的にヤクルトを痛めつけます。一方のヤクルト打線、横浜先発有働から11安打を放ちながらチャンスをことごとく潰してわずか2得点。野村監督言葉もありません。結局横浜は先発有働が踏ん張り完投で8勝目。去年のこのカード屈辱の4勝22敗から今年は勝ち越しを決めました。また激しく降った雨の影響もあって、今シーズン最低観衆1万2000人の寂しい神宮球場、痛風の痛みが消えた古田は復帰したものの、ハウエルは夫人の病気のためアメリカへ帰国、代わりにクラークがサードを守ります。天気同様なんとなくすっきりしないヤクルトは中3日の先発伊藤でしたが、2回ブラッツに第33号ソロホームランを浴びて1対0先制点を許します。この後ヤクルトは同点に追いつきますが、5回、石井のセーフティーバントをピッチャーの伊藤がファーストへ悪送球。この間にファーストランナーは一挙にホームイン、横浜は2対1と勝ち越しです。さらにローズにもレフト前にタイムリーヒットを許し、イライラの募った伊藤は帽子をグラウンドに叩きつけて悔しがります。ヤクルトは4対2とリードを許して迎えた9回裏、クラークがライト前ヒットでノーアウト2塁1塁とようやくチャンスを迎えます。バッターは広沢。しかしピッチャーゴロで反撃ムードはついえてしまいました。結局最後のバッター古田も三振でゲームセット。ヤクルトは力なく敗れ、5位横浜とのゲーム差は 2.5 と開きました。大上げに向かって加速がついてもおかしくないところですが、今のジャイアンツ打線は本当に元気がありません。2回先頭の落合がライトブラックスのこのまずい守備にも助けられるツーベースで出塁。この後チャンスはワンアウト1塁3塁まで広がります。ところが7番元木のこの当たりをブラックスが今度はナイスキャッチ。三塁ランナー落合はホームを狙えず、ジャイアンツは先制のチャンスを失います。しかし先発桑田は今日も孤軍奮闘、味方の援護がなくても最高146キロのストレートとキレのいいフォークボールでベイスターズに付け入る隙を与えず、二塁すら踏ませません。4回にはセカンド元木のこんなファインプレーもあって、流れは桑田へ、流れはジャイアンツへとしっかり傾き始めていました。さらに広島がこの時点でリードされているという途中経過、中畑コーチの劇にも力が入りますが、これも打線の起爆剤とはなりません。せっかくのチャンスもベイスターズ先発加藤の前にダブルプレーに切って取られるなど、後藤桑田にたった1点をプレゼントすることができません。そして最終回、2アウトから2本のヒットでピンチを招いた桑田、なんとしても踏ん張ってほしいところですが、3番ローズに今日の123球目をものの見事に打ち返され、さよなら負け。ジャイアンツの V ロードはまだまだ茨の道が続きそうです。では創立60周年が散々な年になりかねない長島巨人、両外国人に代え福王岸川を起爆剤に起用し、先発にはエース斉藤、必勝体制で臨んだこの試合ですが、1回頼みの斉藤が石井ローズにいきなり連打を浴びて1塁3塁、4番ブラッグスには3塁線を鋭く破られタイムリーツーベース、あっという間の3連打で先制された斉藤は、続く駒田にもライト前へ運ばれ2対0。一体どうしたのか、何が何だか分からぬうちに、続く畑山にもセンター前にポトリと落とされ、斉藤をすでに目はうつろ、用意どんで3点を失います。
わずか1点が取れない今の巨人に3点のビハインドはまさに致命的。起爆剤として送り込んだ福王が横浜五十嵐の前に2三振を喫すれば、6回一発出れば同点の場面で大砲岸川、あと一伸びがなくライトフライ。スタメン変えても巨人極貧打線は一向に変わらず、こうなると何をやっても裏目裏目。尾形が足を使ってもダメ、ピンチヒッター原もダメ、たまに快音を残しても野手の正面と、もう打つ手がない長嶋監督、すっかり固まってしまいます。8回にようやくチャンスらしいチャンスをつかんだ巨人ですが、横浜2人目佐々木から落合が犠牲フライを放つのが精一杯。実に20イニングぶりの1点を挙げますが、今日もここまで。最後は代打構成をかけるも森田に軽くひねられゲームセット。巨人ついに3連敗です。森田4球目、空振り三振、ジャイアンツ黒星3対1。ベイスターズが初回の3点を守りきりました。これでジャイアンツ2位ドラゴンズとは1ゲーム差、今月の27、28、その直接対決がさらに有利さ、首位打者の可能性もわずかに残っているタイガース和田ですが、1回の第1打席で先制点のきっかけとなるヒットエンドランを決めると、フォアボールの後の3打席目にもレフト前にクリーンヒット、この時点で打率を3割2分1厘まで上げてきます。タイガースはここでも1回同様オマリーのタイムリーで2対1と勝ち越しに成功します。勢いに乗って一気にパウエルを射程距離に入れておきたかった和田、しかしこの後の4打席目5打席目にはヒットが出ず、打率は3割1分9厘にとどまりました。さて試合は2対2で迎えた8回、ツーアウト2塁から8番鮎川が右中間へタイムリーツーベース、今日3度目のリードを奪います。結局その裏からリリーフに立った古溝が2イニングをパーフェクトに抑え、ベイスターズ森田に並ぶ24セーブポイント目でチームの連敗を7でストップしました。